今日の日本列島は各地で真夏日続出です。東京都心でも今年初めての真夏日となりそうです。全国的によく晴れて朝から気温が急上昇しています。午前11時半までの最高気温は大分県日田市などで30度を超えているほか、東京都心では29度台を観測しています。午後はさらに気温が上がり、予想最高気温は岐阜で33度、福島や京都などで32度など、今年一番の暑さになるところが多くなりそうです。東京都心でも今年初めて30度に達する見込みで、6年ぶりに早い真夏日となる予想です。熱中症などに十分な注意が必要です。